できた。2、1、よし、スタート。スタートしてますか？始まった？始まってますかね？始まったのかな？あ、始まりました。またできてよかったですね。サッキーナさん、原垣さん、どうもありがとうございます。もう皆さんのところにちゃんと映ってるんですかね？映ってますか？今回 Facebook も見られるんだよね。そうです、Facebook の皆さんからのコメントも待ってます。あ、来た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 、始まってますちゃんと。うん、よかった。あ、すごい、見てこのハートの数がどんどん増えてる。あ、嬉しい、ありがとうございます。ももちハンマ毎日見てます、ありがとうございます。優しい。昨日の祝日も休まず放送しました。 Facebook もちょこちょこ来てますよ、コメント。あ、見てます。うん、ちょっとだけカメラが違うので目線がずれるかもしれませんけれども、映ってます。大丈夫ですね。橋本さん細いなって。そんなことないです。分かるんだ。細いんですよ。後ろにいるからですね。ちょっと後ろにいるから入ってください、入ってください。いい。なんか何話します？そうだ、トークテーマを募集しなきゃいけないんだよね。ちょっとトークテーマが決まってないので、何か話してほしいと。こちらまだ来てません。急遽募集します。ちょっと緩い感じで始まりましたけども、何話しましょうね。誰か、お昼食べましたか？食べました、食べました。何食べた？しーちゃんは持ってきたドーナツ。ドーナツ、うん、そう、今12時半なので食べる時間がね、うん、20分ぐらいしかなかったから、うん、もうダッシュで。はい、橋本ちゃんは？私はあの1階の満腹のお弁当を。おー、15分よく食べてるって好きなんですよ。今日は生姜焼き食べました。あー、生姜焼き弁当ね。荒垣さんは400円ぐらい。400円で、うん、私はね、もう急いでファストフードのマッククーポン使って。え？あのね、200円のあのナゲットがクーポン使ったら100円だったんですよ。ナゲット食べてらっしゃいましたね。そうなの、そうなの。バーベキューソースかマスタードソースか選べたんだけど、え、どっち派？私両方混ぜたい。あー、贅沢ね。混ぜるのが一番美味しいと思います。え、どっちももらえるのかな、言ったらでも2個まで。いや、私もバーベキューでしか食べたことないですね。私もバーベキュー派なの。たまにでもマスタード食べたくなるよね、うん、両方あった方が絶対バランスがいい。そう、あと今てりたまの時期で、てりたま好きなの。ということで食べました。昼ご飯ネタ急いで詰め込みました。マグアプリめっちゃ使う。私も使います。あ、桜早くて明日福岡開花って言われてるよね。あ、なんか都心はもう咲いたみたいなニュース、うん、咲き越されたね。言ってましたよね。お花見の季節ですね。 C さん、今日私服ですか？あ、私服です。あの、最近この洋服、うん、ブログで紹介したんですよ、実は。あ、そうなんだ。あの、ポスター撮り用の衣装としてこれをはるちゃんが持ってきてくれたんですけど、うん、スタイリストの、うん、それが可愛かったから買い取っちゃった、うん、あ、買い取り最初なんだ。お気に入りのスカートです。可愛い、このレース系で。見えてます？見えてないんじゃない？ちょっと見せてあげて。あ、そうか、しーちゃん。このスカートを最近買い取りまして、衣装から私服になりました。うん、なんか白はよくあるけど、そうそうそう、ベージュ系も素敵だね、うん、珍しくね、大人っぽい。はるちゃん、これ欲しいって言った買っちゃいました。そう、たまに買い取りします。わ、子供の頃の習い事、うん、何をしてましたか？習い事、ピアノ。習い事、ね、あ、ピアノしてたんですか？ピアノ、水泳、英会話。英会話、そう、あとピアノ、水泳って言ったね。ピアノ、水泳、英会話。だからもう毎日すっごい忙しかったの。すごい、その3つか。王道ですね。ピアノ週1、水泳も多い時は週3行ってたりとかして。多くないですか？そうで、英会話も行って、すごい忙しかった。へー、自分でやりたいって言って、うん、気づいたらもう始めてて。へー、でも全部もう私が根性ないからね、やめちゃったんだけど、今思えばもうちょっとやっとけばよかったなって思ってる。で、長くやった習い事はないってことですか？うん、ピアノも中学1年生
までかな。あ、でも結構長いですね。長いかな、うんうんうん、5、6年とか。いろいろ転勤族だったので、うん、もう最後中1までがバンコクだったんだけど、うん、日本に帰ってきた時点で辞めたんだよね。でも水泳は本当習っててよかったと思ってて、うんうん、運動神経悪いんだけどでも泳いだけできるっていうのが、へー、やっぱちっちゃい頃にやっとくとできるようになるんでしょうね。習わないとできないですもんね、水泳って。そう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 、水泳できないと結構悲惨じゃん。あの息継ぎとかできないととんでもない顔になるじゃない。私水泳習い始めてすぐに中耳炎になったのですぐやめちゃったんですよね、うんうん、そうなんだ。中耳炎の思い出とともになんかやってた。私は3歳から小学校終わるまで水泳やってましたね。あ、やってるんだ。水泳なんだ、うん、どこまで行った。クロール、でも一応メドレーも全部やって、1級が一番上なんですけど、うんうん、2級ぐらいまで行きましたね。2級なんかどこらへんすごいかよくわかんない。ワッペンが増えてくやつじゃないの。ワッペン増えていって、うん、なんかバタフライまではライオンとかのワッペンなんですけど、うん、3、2、1ってなんか3級2級9ってメドレーばっかりやるんですけど、うんうん、そこまでやりましたね、へえ。子供にも水泳だけはさせたいです ね私もさせたいと思ってる、うん、足は遅いけど泳げるっていうのが自慢。そっか自分の子供にですね、ちょっと夢膨らみますね、うん、ねえ、うんうんうん、皆さん習い事してますね。 C さん陸上部ですよね。おお、よかったよね。そうそうそう、足が速かったもので、うん、期間限定で陸上部にスカウトされて掛け持ってました。本当はテニス部です。あ、テニス部と掛け持ってたんですか。そうそう、テニス部だけど足が速いから大会前にちょこちょこっと借り出されるみたいな、うん、すごい。本当だからリレーメンバーです、ただの。いや、かっこいい、足速い人本当憧れる。そう、短距離だけは速くって、うんうん、でも長距離は高校の時、200人中140番とかかなり微妙な感じで、うん、240人中140番、うん、結構遅くってもう短距離専門、短距離速いのがもうヒーローだよ、うん、そうですね、うん、自己紹介お願いします。え、あ、そっか、あの存じない県外から見てくださってる方は自己紹介します。すいません。そっか、福岡の方じゃないのか。誰からします。え、あ、あ、どうした、あ、どうした、どうした、どうした、間違えちゃった。あ、これ押したら大丈夫。ああ危ない。ちょっと誤作動です。誤作動ごめんなさい、ちょっとアナログなもので。あ、よかった、よかった。自己紹介、自己紹介、自己紹介。あ、では私から、テレビ西日本アナウンサー何を9年目になります、新垣元子と申します。新しいに垣根の垣、泉子供の子と書いて荒垣元子です。荒垣さんもう来年10年目ですか。あ、違った、すごい、そういうことですね。そうよ、10年超ベテランの域に、ハーフ20歳をアナウンサー域へえ、こんなに続くと思わなかった。うわ、続くと思わなかった10年目。10年目って相当ベテランだよね、うん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 、大丈夫かな。うわ、すごい。いやいやいや、10年今何年、8年目とかになるってこと。荒垣先輩の2個下です。後輩です。入社7年目しっかり者です。いや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 、ニュースを担当してまして、1位、2位、3位、4位の4位と書いて C です。鉄板の自己紹介覚えやすい、はい、うん、そして私は若い、4月から4年目になります。橋本です。はしもっちゃん、今はそうですね、ももちはまストアのリポーターなどをやってるんですけれども、うん、出身は大阪です。うん、あとマニアマニエラね、そうです、深夜の、うん、ゆるく音楽イベント情報番組を荒垣さんから、男性の松尾さんとかアナウンサーに受け継がれて、うん、今私に来てます。今日もこの後ロケなんですよ。おお、今日は何ロケ、どこ行くの。今日は新生活ロケってイムズに、うん、へえ、行ったりですとか、うんうん、え、マニマニってそういう番組になったの。マニはもう何でもやります。何でもやります。何でもやります。音楽番組だと思ってた。いい物件探しとか。いい物件探しは私言ったんですけど却下されて、うん、却下されて新生活に欲しい、あ、新生活に家具家電、あ、それ聞いてきてほしい。お、面白そう。見に行ってきます。どういうのがいいですか、荒垣さん。いい洗濯機欲しい。洗濯機今全員多分洗濯機ない。洗濯機か。本当にありそうなもの。あとね、あとベッドカバー。
あーいいですね。一新したいなと思ってて。寝室気になりますよね。そうなの、そうなの。変えたい、変えたい、うん、毎日寝るから、うん、そうですね、気持ちのいい寝床にしたいと思ってて、うんうん、何色今、うちは薄い水色。おお、水色いいね、うんうん、よく眠れる。でもなんかベッド買い替えたいんですよね。なんかもうちょっといいのあるんじゃないかなって感じが。だって松尾くんがやっぱり人生の何でしたっけ、3分の1、うん、は睡眠時間だからこだわれかなんか言ってませんでした。確かに言ってた。いいベッド買ってましたもんね、うん、いいベッド買ってた。松尾アナ時々力説されるからそうだよね。確かに、でもその通りなんだよね。なんか枕もいいのに変えたいの。そう、枕マイ枕作りたい、作りたいです、ね、自分にフィットしたの欲しい。オーダーメイドのやつ、うん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 、じゃあ見てきますね、それ。オーダーメイドのマクラシング、うん、すごい、もういっぱい進んじゃった。なんか次行きましょうか、うん、橋本さん、8チャンネルのポーズをお願いします。何、8チャンネルのポーズ。8チャンネルのポーズ、8チャンネルのポーズ何ですか。8チャンネルってやつじゃないの。違う。そんなのやってたの。やってない。やってないです。あれ8チャンネルのポーズ。踏み出した。なんかやってた気がした。 KJNK さん、8チャンネルのポーズを具体的に具体的にどういうポーズですか。ですか。誰だろう。TNC は8チャンネルみたいな。そのポーズあったっけ。いや。やった。8チャンネルのポーズ。橋本舞のなんかこんなやってるじゃん。ああ。エンタメ8チャンネルですね。それとか。8チャンネルですじゃなくて、うん、マニマニの中のコーナー。それじゃないのかな。エンタメ8チャンネル、エンタメ8チャンネルですね。それだ。ありがとうございました。違うかな。それやろう。そうそう。じゃあ私もじゃあちょっと前に寝てさ、はい、ちょっと前に寝てやろう。どっちのカメラ見たいだろう。このカメラに向かってじゃあ橋本さんのエンタメ8チャンネルまで3秒前2、1。橋本舞のエンタメ8チャンネル。止めてください。いいですか、これで。大丈夫か、すいません。かった。感想お願いします。合ってますか。あ、それですって来ました。ありがとうございます。それです。あ、よかった。見たかったんですね。そう、あれ実はアナウンスブースで、うん、ディレクターさんが携帯でこう撮りながら読んでるんですよね。うんうん、携帯のカメラの映像なんですけど。あ、そうなんだ。はい、Cさんもお願いします。私、Cさんのオーダー来ました。Cちかこの。Cちかこの。8チャンネル。かわいい。私は初めてですけどやったの。ごちそうさまでした。いやいいね。荒垣さんやっとかなくていいですか。いや、私も大丈夫。次の人行きましょう。次の行こう、うん。美のために。来ましたけど。もうアラサーなんで。いや、言うたら私もですよ。そうか。あ、ちかちゃん今日も可愛い。ありがとうございます。もう要望が多いのでやりましょう。やって次の話題いきますか。そうだね、うんうん、エンタメ8チャンネル、ね、はい。それではモッチーのエンタメ8チャンネル。おー、どーん。かわいい。恥ずかしいね。もうやめよう。どういう盛り上げ方が楽しいんだよ。じゃあ 次の人も行きましょうか。次あとは質問こっち来てないな。美のために家で飲んでいるものや食べているものありますか。あるよあるよ。酵素ドリンクです。あ、続けてるんですか。続けてるの。もうかれこれ何年かなという感じなんですが、酵素ドリンクを飲み始めてから風邪をひかなくなりました。そうですよね。そう、もうしょっちゅう季節ごとに、季節の変わり目に風邪ひいてたんですけど、で喉を痛めてたりとか、うん、ほんとすぐ耳鼻咽喉科に通ってたんですけど、最近はほとんど病院に行ってません。ねえ、すごい、すっごい調子いいですよね。そうなの、そうなの。結構高めの買ってください。そう妥協しない。そう、一日朝起きて、まあ、このくらい一杯飲むだけ、うん、へえ、美味しいの。へえ、酵素ドリンクおすすめです。始めようかな、私も。しーちゃんは、しーちゃんは私最近本当になんか、でも自炊は増えましたね。あ、もう家でできるだけご飯食べようと思って。大事、うんうん、ちょっと外食を減らして、うん、おうちご飯を増やしてます。うーん、そのぐらいかな。なんかある。私健康、トマトジュースを最近
ここ3ヶ月ぐらい、なんかトマトよりもトマトジュースの方が圧倒的に栄養価が高いらしいんですよ。そうなんだ。ほぼ水分だから濃縮してる方がいいらしくて、でなんかテレビ番組で多分高血圧かなんかの方でこう実験をしたら一気に下がったんですって。トマトジュース飲み続けたらって聞いて、なんとなく飲むようにしてます。体調いい感じする。体調、まあそう、悪くはなってないですね。トマトジュースか、甘いの？もうなんか食塩も使ってなくて、無添加の。へえ、飲んでみようかな。ぜひぜひ。うちの両親は飲んでるトマトジュース。あ、本当ですか。なんかもうトマト食べるよりはジュースの方がいいらしい。慣れるまで時間かかるよね。そうですね、まあもうパックのやつでバンって買って1日1本飲むとかした方が続きそうな気はします。自炊女子偉い。いや本当に偉いよ。あとは得意料理ありますか？最近ハマってる食べ物は。最近ハマってる食べ物、ハマってるものか、何かあるかな。ハマってる食べ物、私はもう常に納豆好きで。確かに食べてますね。3パック必ずあの制作部の冷蔵庫に入れてます。確かに昼ご飯食べてます。今あれば納豆混ぜて食べてますね。なんかでもその話から納豆屋さん的なとこ一回一緒に行きましたよね。あ、行った。専門店です。あ、そうそうそう、あの役員のね、そうだ、ありますね、そういうお店。そうそう、あの納豆料理専門店のお店があるんですけど。美味しかったですよね。ネバーランド。そう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 。ね、ネバがあの、ネバルの、そう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 、ネバネバのネバで、うん、ネバランドだ。そこ、最後のデザートまでね、納豆を使った。入ってましたね、美味しかったですね。行ったね、懐かしい。そう、しーちゃん、もうどこでもついてきてくれるんですよ。納豆、納豆っていう話題からね、行ってみようってなったんですよね。そうだそうだ、あー、また行きたいね。行きたいですね。すっごい美味しかったの。一緒に全部納豆料理なんです。全部納豆。へえ。パスタも納豆パスタが好きなので。へえ。本当に好きなんですね。納豆好きなんだよ。他にハマってる食べ物ある？ハマってる食べ物、何食べてるかな最近。納豆 UFO 美味しいですよね。え、 UFO に納豆混ぜるってことですか？それはしたことなかった。ゴリパラでやってるやつですかね。あ、焼きそば UFO に納豆。なんかジョバジョバ選手権とかやってる。あー、あれか。ちょっと試してみよう。買い物はどこに行くんですか？買い物、買い物、買い物、どこ行くかな。天神、博多。天神、博多ですね。うん、面白い情報はないな。あと、あの衣装提供もももちゃまストアにしていただいてるんですけど、愛宕にブランコっていうセレクトショップがあるんですけど、そこがものすごいおしゃれなんですよ。ブランコもおすすめです。あ、今日の衣装ブランコだったの。今日これ違うけど、この後夕方にお披露目します。ちなみにこのニットはあのユニクロです。おお、そうなんですか。そうなの、分かんなかった。綺麗よ。これはちょっと高そうだけど。これはですね、ウィルセレクションで、あ、いいやつ。ちょっと高いけど可愛かったんで買っちゃいました。いい、ありがとうございます。え、スカートもセット？そう、セットではないんですけど同じお店です。女子いいね。こういう桜の刺繍とか入ってるんですよ。なかなかないなと思って。荒垣さんの卒業写真が衝撃的でした。この間の。いや、私もね、出していいものか悩んだんですけど、もうちょっとね、なんか落ち着いてるはずだったんだけど、写真で見るとね、思ったより華やかな感じに。え、学生時代ちょっとイケイケだったんですか？いやいやいや、もう全然このまま。え、このままだったんだけど。雰囲気違ったよね。ほんと自由な学校だったから、そうそう、みんなあんな感じでも見た目と中身のギャップが激しい子が多いというか、すごい中身は真面目なの。すごい真面目な子が多かった。へ、まだ進学校ですもんね。そうそうね、そう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 、まあ、でも
もちょっとね派手にしたい時期ってありますもんね。ありがとう。いやいや仲いい子に金髪の子とかもいたし。高校時代でしたっけ。高校時代。高校時代ですね。そうです。だからね大学はちょっと落ち着いたんだよ。天神校は行きますか。ああ、行きますよ。え、今も。今もちょっと回数減ったけど。若い。でももういろんなお店いっぱい変わってますよ。近くとか多分全然。大人っぽいんだ。そうで、だんだん大人っぽくなってきます。2回ぐらいまで全然私行きますね。確かに衣装提供あります、いくつか。そっか。結構低価格で流行り物が買えるから、確かに重宝してます。今時のね、若い子も大人っぽい格好しますからね。ねえ、今日は雨降りますか。ああ、昼過ぎで止むとかいう話。そうですね、午前中いっぱいまで雨が続いて、午後は一旦晴れ間も出るんですが、夕方から夜は一部地域によって、あ、そうなんですか、しぐれの雨が降るかもしれませんと、詳しい夕方版の気象予報士の増山さんが言ってました。うんうん、Cさんと荒垣さんトップス色違い。違い、いや似てるなと思ったこれちょっと違うね。だってユニクロじゃないもん。ユニクロではないんですね。ユニクロもいいんだけどね、うんうんうん、私は結構ユニクロ買う。これどこで買ったかな、だいぶ昔買ったから覚えてないですけど。うん、この色いいよね、うん、春らしい、春っぽい。Cちゃん似合ってる珍しく報道部の皆さんに褒められましたいつも褒めてくれないの今日はいいなってみんなに言われたあ、なんかさっき何だったかな、おすすめ洗濯物を干したくて、あ、夕方までにあの取り込めば大丈夫だと思います、うんうん、荒垣さん、それとアタゴのセレクトショップの名前が聞き取れなかった。あー、ごめんなさい、ブランコです。 BR、 いや L だったかなえ、 BL かも、 L だったような気が、 ANCO、 うん、ブランコ、うん、ブランコですね。かわいらしい、かわいらしいお家みたいな、アタゴにあります。アタゴにあるセレクトショップ、ぜひ。もう衣装ね、毎日かわいいですからね。そう、おすすめの化粧品はありますか。おすすめの化粧品、もう私メイクさんがおすすめてくれたものを言われるがまま使ってるタイプなので、うーん特にこれみたいな、うんうんうん、あ、でも私たちみんな使ってるのマリップじゃない。あー、そうですね、マリップ使ってます、うんうんうん、あの浜田雅さんプロデュースのリップあるんじゃない、ここ。あー、あった。あ、これピンクもある。ちょ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 、はい、あのこれなんですけど知ってるかな。なんかね、ブログでも昔ね紹介しましたね。そう、紹介したことあるんですけど、ね、これがすごい発色いいんですよ、うん、テレビの時は黒、プライベートはピンクを使ってます、うん、ラメが入ってるんですよね。そう、ラメが入ってて、で黒は体温によって色が変わるんですよ。そう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 、最初は白っぽいんだけど、うん、時間が経つとその人の唇の色を引き出してくれるっていう、うん、自然なね、綺麗な発色になるので、うん、おすすめです、うん、美容効果も高いと、うん、はい。ドラマは何を見てますか。もうそろそろ最終回迎えるものが多いですけどね、いや、嘘の戦争が面白かった。嘘の戦争だよねちょ、火曜日は予定入れたくない、帰るって、うん、めっちゃ見てました。最後こう来たか、うん、って感じじゃなかったもういい終わり方でしたね、うんうん、ドラマ面白いですよね。ねえ、次始まるのも真昼の悪魔っての見てます。真昼の悪魔、大人のドドラの田中玲奈さん主演で、うん、遠藤周作が原作なんですけど、めっちゃ怖いですよ。あ、ホラーな感じ。そうですね、どっちかというとホラーですね。綺麗な女医さんが病院でこういろんなことをやる。なになになに、見てくださいすっごい気になる。夜中たまに見るの怖くて、あの、うん、フジテレビオンデマンドとか7日間無料で見られるので、あるね、あるね、昼に見たりとかするぐらいちょっと怖いね。真昼の悪魔、悪魔、ちょっと見てみよう、うんうん、あとは、うーん、時間が迫ってきたから、あと1、2問。本当だ、もうそんな時間
ダラダラと喋っちゃいました、ね、本当ですね。街で気づかれますか？荒垣さん絶対気づかれますよね、目立ちそう、うん、いや荒垣さんと一緒にいるとき、うんうん、何かあったら守らなきゃっていう気持ちにめっちゃなりますし。いやいや、なんか気づいていただけるだけでありがたいです。結構声かけられます？かけられることもある。うん、なんかね、一緒にいるときなんか結構気づかれる確率が上がる気がします。なんだろうね、静かにしてるんだけど、うん、ご飯食べてる時とかも気づかれるってことですか？そうだね、あと、普通に天地下歩いてたりしてる時に、いつも見てますって言っていただいて、嬉しい。そうそう、うん、でもその時もせっかくねお目にかかるんだったら、視聴者の方と、うん、もうバッチリメイクでバシッと決めてる時に、うん、ぜひお会いしたいなと思うんですけど、うん、ちょっとメイクが薄かったりとか、あ、そうですよね、なんかもっときちっとした服で来ればよかったっていう時があるので、うんうんうん、分かります。申し訳ないなって思ってます。薄めのメイクでもう何もこうマスクとかもすることなく歩いてる感じ？いや、マスクとかもしてるんだけど、それでもなんだろう、目が特徴的なのか、なんかね、目で気づかれるみたい。さすがですね、なんか放ってるんですよ。なんだろうね、なんだろう、でも全然嬉しいです。すごい、うんうんうん。次の質問です。苦手な男性の性格、苦手ね、あるかな、苦手な男性の性格。うわ、私いっぱいあったのに、これ。絶対ありますよね、話し出したら多分30分いけるくらい。苦手な男性、苦手な男性の性格。あ、私あの飲み会でウェイってやる人ダメなんですよ。友達ならいいんですけど、うん、なんかね、まあまあ、お付き合いするっていう面で考えたらダメっていうだけなんですけど、うん、友達としてはいいんですけど、うん、なんか静かな方が好きなんだもんね。そうですね、なんかこう、うん、羽目を外しすぎる人、ウェイってやっちゃダメなんだ。あ、私一個あった、うんうん、あのね、映画を見たりする時あるじゃない、うん、映画見に行った時に、え、何見る何見る、うん、ってなった時に、あの、いや、モッチーが見たいのどれでもいいよっていう風に、あ、まあ、何食べたいとかなんだけど、はいはいはい、その選択、うん、決定権を任される、あ、その決定の責任を負わされるのがすごい、うん、いや選びたいんだけど、なんかお互いプレゼンし合ってね、それで勝ち残った方を取りたい。サバイバリーですね。食べ物も映画も、あ、そう、分かる気がしますね。それで映画いまいちだったとか、私が食べたいこれがいいって言って食べたものがいまいちだったりしたら、その責任負えないじゃない、うん、はい、で最終的にさ、じゃ結婚して子供を産んで、うん、マイホームを建てようってなった時に、うん、モッチーの好きなように建てていいよって言われたらさ、ちょっと重たいじゃん、うん、その責任。いや、マイホームまで行っちゃうとさ、映画とマイホーム多分違うから大丈夫ですよ、荒垣さんって思って、決定を全て委ねられるとちょっと困ります。うん、そうですね、一歩前に出てくれるぐらいがいいですよね。そうそう、分かるな。でも私一緒に映画を見に行った時に、うんうん、あの字幕で見るか、うん、吹き替えで見るかの意見が合わない人、うん、もう嫌です。Cさんどっちで見たい？Cさんどっち派？それはケースバイケースなんです。あ、ケースバイケースなんだ。これは字幕で見たいとか結構あるんですよ、うんうんうん、これは吹き替えだろうって、そこが合わないとか。モアナはモアナどっちにする？あ、あれはですね、たまたま行った劇場が、うん、見に行きました。あ、行った、はいはい、よかったでしょ。よかったです。モアナ絶対見てください。まだ見てない。吹き替えしかなくて、吹き替えで見たら可愛かった。いいよ、モアナないですか、うん、泣ける。わかりました、うん、泣ける。ぼちぼち締め、ぼちぼち締め、うん。苦手な男性の話題で終わるのも何ですかね。街で見た時は声かけていいんですか？大丈夫です。気づいていただけたら。私地下街で気づかれたことないです。あ、本当。ちょっとオーラが足りないんでしょう。いやいやいや、でも声かけても良さそうな、なんかこう身だしなみの時にお願いします。そうですね、そうですね。ちょっと綺麗めな時にぜひ。綺麗めな時にお願いします。はい、ということで、今回の LINE ライブは1万8000。おお。すごい、いいねもいただきました。ありがとうございます、うん、ありがとうございました。そんななんか取り留めもない話でしたが。また
第3弾もね、次回かどこか街中で、はい、皆さん会いましょう。そんな感じですか。最後は3人で8チャンネルポーズお願いします。だってじゃあ最後に、あ、じゃあ LINE ライブは8チャンネル、8チャンネルですか。8チャンネルじゃないね、これ携帯。あ、 LINE ライブは TNC とかがいいんじゃない。わかりました。行きましょう、じゃあ。はい、関係ないけど。じゃあ LINE ライブ TNC で締めます。はい。じゃあせーの、 LINE ライブは TNC。 またねまたね。また見てください。